腹筋をすると、どうしても首が痛いし、あんまりお腹に効かないプランクをやっても腰が痛くなるだけで腹筋に効いた気がしない。そういった方におすすめなワイドプランクを紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回、腹筋に簡単に効いてしまうワイドプランクを紹介します。たった20秒です。そして今回、膝つくバージョン、膝つかないバージョン、2種目紹介していきます。たったの40秒です。どっちが効くかって言われると、正直同じ感じなんですね。ただ行いやすいのは膝ついた方です。なぜ膝つくプランクがいいのかというと、腰を丸めやすい。重心が足に乗りやすい。この2つがあるので、腹筋に誰でも効かすことができてきます。そして今回、ワイドスタンスでプランクしていくので、体重が肩に乗りすぎず、腹筋に効かすことができてきます。たった20秒の2種目です。チャレンジしてみてください。それでは、紹介していきます。はい、スマートフォンは顔の下に置いてください。そして、足は少し開く感じです。で、このまま通常のプランクというと、こんな感じでね、体を持ち上げますが、必ず腹筋に効かすポイントを押さえてください。腰を丸めることです。腰が反れると腹筋が伸びて腰に効きやすい。なので腰をしっかり丸めてお腹を効かしてください。今回は肘の位置を少し前に出して幅を広げてプランクをしていきます。通常ここですが、今回はこのくらい。肩の下よりもこのくらい広げてキープしてください。肘が少し前です。もし肘前出して辛い方は肩の水平線で OK。 まずは膝をついたバージョンからやっていきます。フォームは手を広げてちょっと肘前出して腰を丸めて体を浮かせる、こんな感じです。グーは難しいのでパーで床を押す感じです。呼吸は2回、できれば10秒間吐き続けてください。そして1回だけ吸ってもう10秒キープ。やってみましょう。肘は前の方がいいです。当たらないよ、耐えれないよって方は、肩の横でも OK。だけど、肩の下よりも広げてください。それではやってみましょう。まずフォームを作って、いきます。スタート。息長く吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー、オッケー。どうでしたか？体が上がらないよって方もいたかもしれません。最後、膝をつけずにやってみましょう。上半身は一緒。できるだけ手が前。これで、こう。腰が反れないように、こうです。ちょっと低めで、キープ。さあ、行きましょう。2種目目、いきます。スタート。息は長く吐いて。頑張ってキープ。腰が反れないように丸めたまま。残り10。あー、頑張って。お疲れ様でした。どうでしたか？ワイドプランク、肩に体重が乗りにくいのでちょっと上半身がね辛いって方もいたかもしれません。だけど上半身に体重が乗ると負荷が軽くなるので、できるだけ体重を足に乗せて上半身に力が入りにくい状態にすると腹筋で体を支えるようにできますんで、ぜひやってみてください。どうでしたか？腹筋に効いたよとかね、上がらなかったよとかね、感想良かったらグッドボタンとコメントで教えてください。たった20秒で効くワイドプランクでした。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から Instagram は毎日配信してます。わかりやすく配信してるので、よかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。